世界アジア東、アジア日本南西諸島琉球諸島沖縄本島、津堅島、池江島宮城島、偏座島、浜東、島、浮き島、南浮き島、横津半島やぶ島、津堅島、沖縄本島海中道路近湾中ぐすく湾、横津半島と横津諸島の地図。津堅島は、沖縄県うるま市に属する島である。 沖縄本島中部葛連半島の南東約5キロメートルの中城区湾の沖合に位置し、面積1.88平方キロメートル、周囲7 0キロメートル、人口485人の島である。矢尻浜貝塚、和明浜、貝塚、津県、貝塚など、沖縄貝塚時代前期から後期にわたっての貝塚が発見されている。1896年に、 沖縄県内初の灯台として、島の南東端の火事地崎に、津県島灯台が建設され、太平洋航路や中臼区湾の船舶の出入りを監視した。太平洋戦争の沖縄戦では激戦地となり、戦後も1949年まで島民は沖縄本島のハエバル地区に強制移住させられた、経緯を持つ。2005年4月1日に、カ連長が、 うるま市の一部となり、中上軍活連町付近だった住所表記がうるま市活連付近となる。付県島の西側に位置する長さ約 2km の海岸とその沿岸は、付近島訓練場として、米軍の訓練場として使用されている。主な産業は農業と漁業。最高標高が 40m に満たない平坦な島で、根菜類の栽培に適した土壌であったことから、 戦前は大根の栽培を行い、津堅大根として知られていた。現在は人参の生産が盛んで、島の面積の1、3が人参畑となっており、キャロットアイランドの別名を持つ。人参は甘みがあり高品質で、沖縄県内で生産する人参の2割は津堅島で収穫される。以前の出荷先は県外が中心であったが、近年は、 県内にも出荷している。1981年に土地改良事業が完了した。漁業では、もずくが有名で、また数よぼし、塩辛など近海で採れたイカを利用した特産品もある。キャロットアイ、ランドマリンターミナル2007年度の観光客数は約5万人である。フェリー、クガニ、ありがとうございます。